どうも、ゆきです。この動画ではフェブラリーステークスと小倉大商店の予想と買い目を発表していきたいと思います。ぜひ参考にしてください。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今から、早速発表していこうと思うんですけどね、あの京都牝馬ステークスとダイヤモンドステークスはもう一本動画をかけているので、そっち見てください。まあ、小倉大商店からいきますか。これね、もう1点に絞りました。はい、1点です。発表します。本命馬バジオ、買い目単幅以上ですもうね、これにつきましたね。もうここにたどり着きました。まずまず小倉むずいっていうのがまず大前提であって、でこの中でじゃ あのバジオにした理由ですよ。バジオにした理由なんですけど、その小倉が難しいっていうのがまず大前提であって、今回の出走馬結構まあ強い馬もいるわけなんですよ。はい、いるんですけど、レッドラルランメルトとかね、フォルコメンとかね、結構いいと思うんですけど、なんですけど今回輸送が多いっていうね、みんなね、とか久々とか休み明けとかも結構多いんで、今回滞在競馬で割と、最近使った馬っていう感じで見てました。でその中でやっぱ当てはまったのがダンディズムとバジオ、あとゴールドギアかが当てはまったんですけど、この中この3頭で見たらもうバジオかなって、バジオ一択かなと思って、バジオにしました。はい、なんで単勝副賞で買いたいと思います。でメインディッシュフェブラリーステークス、これがな驚いたね、いろいろね。はい、まあとりあえず発表しようと思います。本命馬ね、本命馬発表します。本命馬ドライスタウト、いやー、はい、まあとりあえず買い目発表しようか。はい、買い目発表します。2等軸にしました。ドライスタウトと対抗馬湘南なでしこ、はい、相手馬発表します。敬愛ターコイズ、シャールズスパイト、ソリストサンダー、デイエムサウスダン、名称ハリオ、レモンポップ、レッドルゼル、2、4、6、以上7点で勝負したいと思います。まああとね、レモンポップちょっとパドック見て決めたいんですけど、パドックよかったらドライスタウトとレモンポップの 2、3着裏表の3連単買いたいと思ってます。はい、って感じですね。ポップの乗り換わりをこれみんな思ってるんちゃう、知らんけど、レモンポップの乗り換わりがねどうなんですか、いいんですかねっていうところと、まあレモンポップは本当いい馬、前回のやったっけ、最近やったよね、まあ、ネギシステークスねの時の予想の動画でも言ってるんですけど、レモンポップって本当にこの友の張りがね、もうブシリパーンってしてめっちゃ、おーいいケツしてんなみたいな馬でして、でまあ、実際そう本当に強い馬なんですけど、どっちかというと感覚は詰めん方がええな。だからローテの問題も今回ちょっと心配してるっていうのがあります。ローテ問題あるよね、まあ、舞台としてはねめちゃくちゃ合うと思うんですけど、東京なんでいいと思うし、まあ、メンツ的にもね、まあ大丈夫かなと思うんですけど、ちょっとね感覚詰めすぎちゃうかなと思って、で今までのレースとやっぱ格が違うんで G1 になると、ってなると、まあ、なんかその、まあ、人気するだろうがするだろうが、なんていうのその安易な考えでレモンポップみたいなのは無理やなと思いました。というわけで今回本命にしなかったんですけどね、という感じです。でですね、まあ、対抗馬のね湘南なでしこにみんななんでなんでなってると思うんですけど、今回東京の1006のダートっていうことで、まあ出走馬ね結構いいメンツが揃ったと思うんですけど、でまあ G1 やしね、まあ、さぞかしね皆さん気合入ってると思うんですよ。なんですけど距離適正って考えた時に湘南なでしこ一番距離適正あるんちゃうかなって思ったんですよ。これはもうマジで思った。でまあずっとねもうここ1年ぐらいかな、ずっと地方で使ってるんですけどでずっとね地方でほんま地方の重賞でずっと使ってるんですけど、まあほんまよう走るよね。でなんよ、でダート、その地方行く前に、阪神のベテルギウスステークス、これが2021年の12月末のレースなんですけど、これ使ってて、でまあこれの映像を見たんですけど、1008は長いと思う。この馬1008はしんどいんやと思うねんな。で今回1006ということで、でまあ、地方の重賞も使ってて、まあ、1006の時は勝ってんねんな。でも1008になるとやっぱちょっと持たへんねやと思う、距離がスタミナが。ということで、まあ、今回1006になるっていうので距離適正で言うと一番いいかなと思って、湘南なでしこをちょっとね対抗にしました。好きなオルフェーブルの子供っていうところもちょっと応援したいなっていう感じですね。はい、
というわけでね、まあそれでいこうかなと。でまあ本命のねドライスタウトなんですけど、まあ、これは普通に強いんじゃないって思ってるんですけど、どうなんでしょうか。これこそ安易な考えなのかな、どうなんや。おとなしくレモントップにしとけばよかったみたいなことになるかもしれないんですけど、でもやっぱドライスタウトに戸崎さんレモントップにやっぱなんで乗り換わりだったんやろな。なんか調べててもようわからんかってんな。でまあレモンポップに乗らずにこっちに乗るやつもこっち買おうかなっていうところと、あとフェブラリーステークスと戸崎さん相性いいんですよね結構。まあそのなんかめっちゃ買ってるとかじゃなくて、なんかシンプルに割といいところ持ってきてるなっていうイメージなんで、そこでちょっと戸崎さん本命にしましたという感じで、まあ今回フェブラリーステークスは今年初の G1 かこれそやだなんですけど、フェブラリーステークスはドライスタート本命の湘南、まあ、湘南なでしこ本命でもいいねんけどな、まあ、ぐらいの感じです。ドライスタートと湘南なでしこ二等軸で K.I. ターコイズシャールズスパイとトリストサンダー T.M. サウスダン名称ハリオレモンポップレッドルゼルっていう感じで、まとめました。ぜひ皆さん参考にしてください。レース結果かな動画上げようと思いますので、皆さんその動画も見てください。では今週も競馬楽しんでいきましょう。バイバーイ。